東日本大震災復興支援第66回国民体育大会は2011年に青森県と秋田県で冬季大会が山口県で本大会が開催された国民体育大会本大会の愛称はおいでませ山口国体2008年7月9日の日本体育協会理事会で開催が正式決定した山口県で 国民体育大会が開催されるのは1963年の山口国体以来48年ぶり。キャッチフレーズは、君の一生懸命に会いたい。愛称、おいでませ、は山口弁で、いらっしゃいませ、の意味で公募により決定した。会期は2011年10月1日から11日までの11日間。 維新100年記念公園陸上競技場を主会場に山口県河川域で開催される。水泳、ライフル射撃は現時点での施設等の不備もあって山口県外で開催された。また、水泳、体操、クレイ射撃は競技全体のシーズンの関係等もあり、会期前競技として9月7日から9月15日までの間に行われた。 同年3月11日に発生した東日本大震災を受け、山口県は4月27日日本大会の干渉として、東日本大震災復興支援を付すことと合言葉として、立ち上がれ。東北頑張ろう。日本の言葉が加えることを提案、日本体育協会でも了承された。この大会では、山口県から同震災で被害の大きかった岩手県 宮城県、福島県と仙台市の各体育協会に参加支援金を送ったほか、一部競技団体の練習招待、被災地の子供たちの招待事業などが行われている。冬季大会については、スケート競技及びアイスホッケー競技が、青森県で1月26日から30日までの間、スキー競技が、秋田県和野市、 花はスキー場で2月12日から15日までの間で開催された。スケートアイスホッケー競技については2009年の第64回大会と同様の体制で結集。八の絵国体をテーマに開催された。スローガンは、縄文の里に結ぶ友情競う技。スキー競技会は、テーマ、秋田数の国体2011、スローガン、クロスする熱気。 魂くんの夢で開催された。数の市で、スキー競技が開催されるのは2007年の秋田、我が杉国体以来。正式競技、公開競技のみす星印は、今回の国体に合わせて、新設、改築される常設競技場、は特設競技場。 山口県 -2220.5 点東京都 -2053.5 点愛知県 -1953.33 点山口県 -1089.5 点東京都 -976.5 点岐阜県 -958.5 点開催県の山口県が天皇杯、皇后杯を獲得した。 開催権の天皇杯獲得は2003年のニュー、我が富士国体から9年連続だが、山口県は前回開催の第18回大会ではわずか0.4点差で天皇杯を逃しており、悲願の天皇杯獲得となった。山口県では、いくつかの競技種目において、キララ山口、または山口キララと名がついた競技団体の結成が行われている。 ちなみに、キララとは、2001年の山口キララ博開催以来、県内の組織や、施設などの名称として、しばしば使用されるようになった語である。競技大会の開催に際しては、主催自治体にある個人、競技団体の技術力の強化、向上が一層図られる傾向がある。その際には、企業が主要な担い手の一つとなってきたが、 昨今の実業団チームの相次ぐ廃止に見られるように、不況の影響によって、競技活動を支援するだけの余裕がなくなった企業が多く出てきた。そうした中、山口県水泳連盟が主導して結成したチーム、キララ山口が2009年4月開催のジャパンスイム2009において、上位の成績を収めたが、このように国体に向けての技術力向上が特定の、 企業のサポートを受けずになされている事例も見受けられる。ありがとうございます。